ナミビアの3人による毒矢作成の様子。毒矢は矢尻に様々な種類の毒素を塗り付け、殺傷力を高めた矢の総称。弓矢を基本とするが、吹きや森、槍などの射撃、投敵武器にも毒を塗り使用する場合がある。また、これらの武器に塗布して使用される毒素は矢毒と総称される。毒矢は、狩猟、戦争、 暗殺などの場面で標的をより確実に仕留めるために使用される。毒矢が標的に命中した際、矢印に塗布された毒素は血液を通じ全身に回り、速やかに麻痺などの症状を引き起こし、標的を行動不能に追い込む。矢が急所に当たらずとも、標的の闘争や反撃を防ぐ効果があるなど、利便性は高く、旧石器時代以来、人類に古くから使用されてきた。 数の性能武器。森先や槍先の表面の溝が毒物を盛るための工夫と考えられる。下は、それらを投げるためのアトラアトラ。フランシスコデスル・バランがヘイラクレースの死。彼は間接的に自分の矢の毒により死亡した。毒物の武器への利用は、旧石器時代に石符、槍などの武器が使用されるようになってほどなく始まったと考えられるが、不明確な点が多い。 化石人類が活用し得た動物毒、植物毒の多くは有機質であり、遺物として残りにくいからである。ただ、発掘された旧石器時代の骨格器のやり先、矢尻には表面に溝を掘ったものがあり、毒物を盛るための加工と考えられている。時代が下り、世界各地で宗教、神話が形成されると、その中に毒矢が登場し、 該当地域での毒屋の存在を裏付けるものとなる。以下に例を挙げる。植物原料の例、鳥株と動物原料の例、猛毒吹き上がえる野毒の原料は、地域により多種多様である。有毒な植物、動物から抽出したアルカロイドや強心肺糖体、等が利用されるが、いずれも自然毒であり、気薬として抽出されるため、主要毒素の他にも雑多な物質が入り混じったもので、 ある。以下に主だった原料をあげる。カッコ内はその動植物の代表的な毒素を指す。蒸気のような原料から樹液を採取する、すりつぶす熱出、水にさらす等の方法で毒素が抽出される。複数種の材料を調合することも一般的であり、その場合は毒素同士の拮抗を避け、協力を引き出す調合法が経験的に用いられている。 毒液を煮詰めて、濃度を上げる、腐敗させるといった方法で毒素を強化する場合もある。完成した矢毒は、毒液に矢を浸して、乾燥、送り返す、タール状にして、矢尻に掘られた溝に塗り込む、矢尻に松ヤニを塗り、乾燥させ、粉末にした毒素をまぶす等の方法で、矢の先端に転着される。矢柄、矢尻に先端を尖らせた足など、 中空の植物の茎を用いて中に毒液を仕込み注射針の要領で野毒を打ち込む方法もあった。ただし毒性は強ければ良いとは限らない。狩猟に毒矢を用いる場合、食肉が汚染されては意味がないからである。二次的な中毒を避けるため、調剤の段階で適度に毒性を抑える、消化管から吸収されない毒を使う、といった工夫がされる。また、 狩猟の現場では、獲物を仕留めたら、直ちに毒屋の傷口周辺の肉はこそぎ取って、捨てられる。このように作成される野毒、毒屋は、適正に取り扱わなければ重大な事故を引き起こし、容易に悪用も可能な、危険なものである。また、科学的知識のない古代人にとって、野毒による、獲物の速やかかつ異常な死は、神の力によるものと信じられた。 よって、野毒の調合や毒野の作成、保管を、シャーマンのような、限られた立場のものに任せ、製造法を秘密のものとして神秘性を持たせた、民族もあった。世界の毒野文化は、高度に発達した地域と未発達な地域の差が大きい。名古屋学院大学教授で、民族学者、毒物学者の石川本助は、毒野の文化圏を主要な野毒と関連付け、4つに、 大別している。以下、世界各地の毒や文化について意外説する。漢方において、鳥かぶとの開墾から取り出した毒素は、武士と呼ばれ、強心薬として、また毒薬として使用される。北海道のアイヌ民族は、この鳥かぶと、あるいは武士を、スルクと呼び、飼料に用いてきた。矢の先に塗布するほか、獣道に仕掛けた、仕掛け海、甘っぽで、ヒグマやエゾシカを捕らえる。 矢の刺さった箇所の周囲の肉を握り拳ほどの量ほどえぐり取って捨てれば他は食べても問題がなかった。鳥兜の他には日本近海で多く漁獲される赤イの毒針を切り取りそのまま槍先に用いたり割って毒素を取り出すことも行われた。東北地方ではいわゆる大和政権による古代の東北政党においてこれに抵抗したエゾの人々が毒矢を用いた。 関連して、東北のマタギの間では、明治時代に鉄砲が普及するまで毒矢が狩猟に用いられていた。大和民族においては、養老ただしにおいて、武士を用いた暗殺への罰則規定が見られ、猛毒あるいは薬と理解されていたものの、武器として積極的に使用されることはなかった。アンチアリス特殊カリア東南アジアの代表的な毒源は、アンチアリス特殊カリア。 地元では一方、または、ウパスと呼ばれる、クワカの紅葉樹の樹液である。この樹木は、マレー半島を中心に分布し、ネグリトラは、天然ゴムを得る要領で樹液を採取して、狩猟に用いる。一方毒を基本に、サソリムカでヘビやカエイ等の毒が、補助的に混合される。弓矢よりも主に吹矢を用いる点も、東南アジアの大きな特徴である。 フェルディナンド・マゼランがフィリピンに到達し先住民に服従を要求した際、これに抵抗し、マゼランを破った、マクタン島の領主ラブラプの軍も、毒屋を用いた。三人の宿壺アフリカ大陸で毒屋を用いるのは、サハラ砂漠以南の民族で、ヨーロッパ人によってピグミーと称された中央アフリカの人々や、カラハリ砂漠の三人らがそれにあたる。 アフリカの代表的な毒源は、キョウチクトウカストルファントゥス族の植物だが、その他、マウダイ大草か、ツズラフジカ、ガガイモカ等、地域の植生ごとに、豊富な植物毒が用いられる点に特徴がある。本来は、狩猟に用いられるものであったこれらの野毒は、ヨーロッパ人による奴隷狩りが始まると、銃に対抗する手段となった。ヘンリー・モートン・スタンリーのアフリカ体験部隊も、 コンゴ川において毒屋による襲撃にあっている。マチンカノストリクノストクシフェラ南アメリカ大陸でインディオラ先住民が用いていた毒屋は大航海時代にスペインのコンキスタドールラヨーロッパの征服者が到着すると彼らへの抵抗に用いられた。毒屋文化の発達しなかったヨーロッパ人にこれらの野毒は恐怖と幾分の誇張をもって報じられ、クラーレと総称されるようになった。 この毒に関する最古の報告は、マゼランの世界就航に同行したアントニオ・ピガフェッタによるものである。彼は、世界就航期の中で、1520年、パタゴニアに上陸した際一人の兵士が、原住民の毒屋で死亡した旨を記している。イギリスのウォルター・ローリーも1596年観光のギアナ帝国の発見でクラーレについて述べているが、この時期の報告はクラーレを神秘的。 魔術的な毒として誇張と共に描いたものが多い。その後、1800年にアレクサンダー・フォン・フンボルトが折の子川一帯で調査を行い、クラーレの製法が明らかになっていった。クラーレの毒源としては、ツズラフジカマチンカの二種の植物が代表的である。これらクラーレ毒は、傾向的には無毒という特性があり、狩猟に用いるには最適のものであった。 ありがとうございます。